皆さんこんばんにちは、やよいゲームスのやよいです。まあちょっと報告っていうか、まあちょっと独り言に近いようなものなんですけど、一応なんかいろいろ変更があったんで、まあちょっと言っとこうかなと思って、現在俺がまあ所属っていうか、まあ自分一人しかいないんで、まあ所属って言ったらどうなのかって話なんですけど、まあ YouTube の名前として大きく看板に出してるネクサスベリーというグループ、まあ、まあ今後誰か入れるかどうかはまだ定かではないですけど、ただまあネクサスベリーの弥生っていう風にしてたんですけど、まあ、チャンネル名がなんかちょっとなんか YouTube 発語道とかそういうものにあんまりこうなんだろうな、意欲的じゃないというか、自分自身が、まああのなんかまあクエストとかなんか裏技とかなんか楽に終わらせる方法とかそういうものを投稿していきたいなっていう、なんかそういうものはあるんですけど、ただなんか YouTube で伸びたいとかなんか稼ぎたいとかなんかそういう意欲は別にないんで、あのチャンネル名をまあ弥生の遊び場という風にして、もう完全に趣味化してしまおうかなという話でして、まああれですね、まあチャンネルを開設した当初からまあ別にそんなに YouTube で稼ぐとはあんまり考えてなかったんで、まあ一時期ちょっとまあ考えましたけど、ただ正直フォートナイトとかまあ他のゲームでもそうですけど、あのまあ YouTuber なんてクソほどいるわけじゃないですか。まあ、その中でのし上がっていくってもかなりまあ大変なことだと思うんですよね。ただそれに自分が参加したいかどうかっていうのをまあ根詰めて考えてみて、まあ、そんななんだろうね、うん、みんな努力してなんだろうチャンネルの登録者の人数を増やしたりだとか、まあ、フォロワーを増やしたりだとかね、いろいろやってるんかもしんないですけど、まあ、自分そんなにそういうことにも興味がなくなってしまったんで、なんか見たい人が見てくれればいいかなっていう、なんか俺の動画で、ね、なんか、まあ、得って言ったらあれですけど、なんて言うんですかね、まあ、まあ見てよかったみたいな、ちょっとためになったみたいな、うん、クエスト楽に消化できたわぐらいの感覚でいてもらう方が楽ですし、こちらも。なんか大会とかね、まあいろいろ出て、まあ競技に参加している方とかもいますけど、まあそういう方のチャンネルの方が、なんか、多分、俺が出してる YouTube の動画より全然ためになると思うんですけど、まあ、ただね、ごく少数自分の動画を見てくれている人たちは、まあ、少なからずはいます。いるんで、あの自分のチャンネルを、なんだろう、そのけなすっていうか、まあ、そういうことはあまり良くないのかなって思うところなんで、まあ、その別にやめるだとか、なんか再生数が伸びないから、もう YouTube やめるとかそういうわけじゃないんで、ただなんかそういう俺個人の趣味であの投稿しているものっていうものにするために、あの弥生の遊び場というふうに改名させていただきました。まあ、ネクサスベリーっていう団体、まあ、今は個人ですけど、一応、団体になるように考えてはいたんですけど、まあ、なかなかそこに所属をしたがる人間も、まあ、あんまりいないですし、まあ、そもそもネクサスベリーって何なんだって話だし、まあ、俺のツイッターの名前にもネクサスベリーって入ってますけど、まあ、他の人からも言ったら、まあ、もう俺自分自身が運営しているクランはファイナルバレットっていうクランを運営しているんですけど、そこに所属している。でネクサスベリーも所属している。じゃあファイナルバレットは、まあ、フォートナイトのアカウントだったとして、ネクサスベリーって何なんだって聞かれた時に、まあ
なんでしょうね、 YouTube のまあチャンネルにおいてのまあグループ名っていうかチーム名っていう風にしているんで、まあ基本的に入っていただくことになる人間は基本的に配信者だと思います。 YouTube 上でまあ配信を行っている人たち、まあいろいろいますけど、あのね、上から下まで、まあ名前とかは出せませんけどね、ものすごく人数を稼いでいる人だったりね、あの地道に頑張っているのにフォロワーっていうかそのチャンネル登録者が伸びないとか、まあ、そういう人もいますし、でもそんな中でね、なんだろう、やっぱりそういうことを思い悩んでやっているといい動画なんて絶対作れないと思うんですよね。なんでかっていうと、やっぱりそのどん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 自分を追い詰めていくことになってしまうんで、結局それはあんまり自分にいい効果を与えないし、まあ、周りの皆さん、見てくれている皆さんだったり、その Twitter とかでね、絡んでくれている皆さんだったり、そういう人から心配をかけれるようなね、状態になっちゃ元も子もないんで、まあ、遊び場ってつけたのは、まあ、俺のお遊び程度だということを把握してもらうためです。まあ今後もね、あの簡単に終わらせられるとか、あとはなんか裏技見つけたらそういうのとか、あとはもう最新のスキン紹介だったりとか、まあ本当はあのね、何でしたっけ、シャドウルビーの動画出そうかなと思ったんですけど、ちょっと自分がなんかやる気が起きなくて、ちょっと投稿できなかったんですけど、それは申し訳ないです。まあ見たところで後で販売されるからどうってわけじゃないんですけど、まあね、弥生なりの感想を述べようかと思っていたんですけど、まあそれも動画化してほしいっていう人がいたら、まあ下のコメント欄に書いてください。まあいないと思いますけど、まあ、ということで、まあ、そのネクサスベリー弥生っていう、まあ、ネクサスベリーの弥生ですっていう自己紹介は多分今後ないと思います。まあ一応もともとの弥生ゲームスっていう名前をまあ今さっき使いましたけど、まあ今後は弥生の遊び場、まあ遊び場っていうのもまたなんか弥生の遊び場の弥生ですっていうのもなんか長いんで、もう弥生ゲームスって言っちゃいますけどね。まあでもチャンネル名は弥生の遊び場なんで、まあ好きに遊ばせてもらいます。まあ自分がこれからどの程度の遊具を作って、どの程度のね楽しさをみんなに与えられるか、まあそういうところかなとは思っていますけど、そんなに根詰めてやる気はないんで、あんまり期待はしないでください。話したいことは話したかな多分。ということで、まあネクサスベリー弥生改めネクサスベリー弥生の遊び場をこれからも今後ともよろしくお願いいたします。 Twitter のフォロー、この動画のいいね高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。あ、別にしなくてもいいんですよ、強制ではないですから、うん。まあ、でもちょっとでも応援してくれるよっていう人はポチってくれると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。